サイード・モラエイは、モンゴルの柔道家、イラン出身。階級は八十一キログラム級。七歳の時にレスリングを始めて、十九歳の時に柔道へ転向したという。二千十一年のアジアジュニア七十三キログラム級で三位になるが、世界ジュニアでは七位だった。その後階級を八十一キログラム級に上げて、一定の活躍を示すも、2016年の、 リオデジャネイロオリンピックでは、初戦で、今大会優勝した、ロシアのハサン・ハルムルザエフに、指導三で敗れた。2017年には、イスラム諸国連帯競技大会で優勝するが、グランドスラムバクルとアジア選手権では二位だった。世界選手権では準決勝で、イタリアのマッテオ・マルコンチーニに敗れるが、三位、決定戦で、地元ハンガリーの直内ラスローに一本に合致して三位に。 なった。2018年のアジア大会では、決勝でカザフスタンのディダルハムザと対戦すると、技ありを選手しながら、終了と同時に、逆転の反則負けを喫し、テニーに終わった。アゼルバイジャンのクユで開催された世界選手権では、決勝で藤原修太郎を合わせ技で破って、2003年の世界選手権66、 キログラム級を制したアラシミレスマイル以来15年ぶりにイランの選手が優勝することになった。続くグランドスラムアブダビでは準決勝でベルギーのマティアス・カスと対戦するも開始早々に左足首をくじいたとして危険負けになった。しかしアイフからは今回の一件が決勝でイスラエルの詐欺向きとの対戦を避けるための虚偽申告だと判断されることはなかった。 なお、2018年には、世界ランキングの年間1位となった。2019年のグランドスラムパリでは準々決勝で、世界ランキング209位に過ぎない、カザフスタンのラスラン・ムサエフに開始早々1本、背負い投げで敗れたが、続く、準決勝でイスラエルの詐欺向きと対戦することを避けるための、意図的な敗戦だったとの疑いが持たれている。 モライエーはその後の3位決定戦で、リオデジャネイロオリンピックで優勝した、ロシアのハサン・ハルムル財布を、小外ガりで破った直後に右膝を負傷したという、アピールをして、医務室に向かったため、今大会で2位になった向きが待つ表彰台に姿を、表すことはなかった。この一連の事態に、アイフ会長であるマリウス・ビゼールは、ツイッター上で、選手がいかにして破れたかを説明するのは容易な。 ことではないので注意深くこのケースを分析してこの問題の正しい解決方法を見出すように努めると述べたその一方で選手の望みと国の方針がそごをきたす場合自身や家族の立場を考慮すればモラえが国の方針に背くのはほとんど不可能だとの見解も示したグランプリ夫婦ほどでは決勝で藤原を背負い投げで破って優勝したが グランプリザグレブでは準決勝でカナダのアントワーヌ・バロア・フォルティエに技ありで敗れて3位だった。東京で開催される世界選手権に出場予定だったもののイスラエルの選手と対戦する可能性が少なからずあることからイスラエル選手との対戦を容認しないイラン政府の政策に従わざるを得ず出場しないとも報じられたが結果として参加することになった。 その世界選手権では、イスラエルの詐欺向きが決勝を決めた、直後の準決勝でカスに、GS に入ってから、腕座十字型で敗れた。イスラエル柔道連盟会長のモシェ・ポンテは、モラ A は、詐欺向きとの対戦を避けるために、わざと負けるように強要された、と述べた。3位決定戦でも、ジョージアのルカ・マイスラゼに、合わせ技で敗れて5位に終わり、表彰台で、 イスラエルの詐欺向きと並び立たなかった。その後、アイフ会長のビゼールは、イラン側が、モラエ本人や家族に対して試合を危険するよう、圧力をかけたことを明らかにして、イラン側の対応を厳しく批判した。モラエ本人も、大会後、イランオリンピック委員会会長のサイドレザ・サレヒア・アミリと、スポーツ大臣のダバルザニから試合中に危険を強要されたことを明らかにした。 家族と私に何が起こるかを恐れている。私は最後まで戦いたいが、国が許さない。助けが必要だとも訴えた。イフに救いを求めたモラエはビザを所有している。ドイツに滞在していることから、ビゼールは、モラエを難民選手団の一員として、東京オリンピックに出場させたい意向を示した。なお、モラエ本人はドイツに難民申請するつもりはなく、東京オリンピックには、 難民選手団でなく、オリンピック期の下中立の立場での参加を希望すると語った。その後、滞在しているドイツの当局から、正式な難民認定を受けることになった。また、ビゼールは、この件で、イラン柔道連盟を処分する、可能性を示唆すると、続いて、正式な資格停止処分を下した。11月のグランドスラム、大阪には、難民選手団の一員として、 愛不名義での出場となったが、準々決勝で藤原に絞り込み足で敗れると、敗者復活戦でも、オランダのフランク・デウィットに、内股で敗れて7位に終わった。12月からはモンゴルに国籍を変更して、オリンピック代表を狙うことになった。モンゴル代表として、初めての大会出場となった、ワールドマスターズでは2回戦で、イタリアのクリスティアン・パルラテに敗れた。 2020年3月には IOC から正式にモンゴル国籍への変更が承認されたことによりモンゴル代表でオリンピックに出場することが可能となった。2021年2月にはグランドスラムテルアビブに出場するためイスラエルのテルアビブへ出向くとベングリオン空港でイスラエル柔道連盟会長のモシェポンテの艦隊を受けた。イラン出身のスポーツ選手が イスラエルの大会に参加するのは1979年のイラン革命以来初めてのこととなったこの際に、モラ・エえは、スポーツと政治は別だ。私はスポーツマン。政治問題は決して関係ないと語ると、アイフは真の友好をもたらし、架け橋となった図書さん、イスラエルのマスコミも歴史的異業と形容をした。その一方で、イラン柔道連盟会長のアラシミレスマイリは、 モラエーを利己的で愚かなアスリートだと非難した。試合では、友人の世界チャンピオンであるイスラエルの向きが2回戦で、敗れたため対戦はならず、決勝で、ウズベキスタンのシャロフィディン・ボルタボエフに敗れて2位だった。6月の世界選手権では7位に終わったが、3回戦で、イスラエルの選手と対戦して一本勝ちした。続いて7月に、日本武道館で開催された。 東京オリンピックでは準々決勝で、ジョージアのタトグリガラシビリに逆転勝ちするなどして、勝ち上がると、決勝では、長さや月に、技ありで敗れるも2位となり銀メダルを獲得した。なお、準決勝で対戦する、可能性があった向きは3回戦で敗退したため、またも対戦することはなかった。アイフ世界ランキングは4351ポイント、獲得で8位。 73kg 級での戦績、81kg 級での戦績。ありがとうございます。